日本史上最速で世界王座を獲得し、9月に初防衛も果たした井上尚弥が記者会見を行いました。ライトフライ級の王座を返上し、2つ上の階級スーパーフライ級で世界タイトルマッチを行うことが決定。その対戦相手は12年間王座に君臨しているアルゼンチンの英雄、 WBO の世界チャンピオン、オマール・ナルバエス。若き怪物井上尚弥が再び日本史上最速記録となるプロ8戦目での2階級制覇に挑みます。インパクトの勝ち方したいと自分は思ってるんで、今年はやっぱり WBC のチャンピオンと WBO のチャンピオンを取って締めくくりたいです。